エセンボア国際空港とは、トルコ共和国の首都アンカラにある国際空港。1955年開港。市の中心部より北東へ 28km の位置にある。空港名を直訳すると、健康な推しを意味するエゼンボガが名前の由来である。歴史上の人物エセンブカに由来する。2007年では、利用者数は495万8128人で、 そのうち360万9122人が国内線利用者である。トルコの空港の中では、この空港は全体の利用者数においては、第4位、国内線利用者数においては、第3位、国際線利用者数においては、第7位という地位にある。EED BASIC EED Eurocontrol INT Relieved On 2011年8月1日 a c ヨーロッパエアポートトラフィックレポートディセンバー九四アンドフルイヤー2015 2016年8月28日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ w w w d h m i g o v t r スラッシュ d h m i s t a t i s t i k スラッシュ istatistik.aspx ありがとうございます